皆さんこんにちは、ラケットハウスキングの桑田さんです。本日はこちら F レーザーの 7S 7V、 こちらをデータでね徹底的に分析していきたいと思います。では前衛用の 7V から計測していきたいと思います。まずグリップ根元部分が、はい、25.22 ですね。そして一番細い部分、こちらが 19.80、そしてフレームのこの真ん中ら辺ですね、一番太い部分が 26.51。 では次は後衛用の 7S、 こちらを測っていきたいと思います。部分が 25.40、 フレームの薄い部分が 18.37、 そしてフレームのこの部分、厚い部分が 24.49 というのが分かりました。前回のネクシーガの50シリーズ同様、やはり前衛ラケットの方が厚めになっております。そして後衛用の方が薄くなっているんですが、まあ、それだけではなくてですね、こちら見ていただければ分かるんですが、まずシャフトの長さが違いますね。このシャフトの長さが前衛ラケットでは約 53.38mm ですね、後衛用ラケットでは 72.83mm。 全体的にこの S モデルの方がシャフトが長いですね。そして実は全長も S モデルの方が少し長めになっております。まあ、やはり後衛ねラケット、まあ、前回のネクシーガの50もそうだったんですけども、後衛に必要とされるやっぱりしなり感っていうのが必要になりますので、ややシャフトが長く、そして前衛は安定感を出すためにややシャフト、そして全長も短くなっております。では次はバランスポイントを計測します。ではまず前衛用ラケットの 7V からスイングウェイトを測っていきます。今回も重さは UL1 です。193という数字が出ましたね。では次は後衛用ラケットを測っていきましょう。こちらも同じく UL1 の重さです。こちらは213という数字が出ました。皆さんいかがだったでしょうか。最後にね、桑田さんのおすすめのストリングを紹介したいなと思います。 F レーザー 7V ですね。まずこちら前衛モデルなんですけど、まあ、非常に安定感があって、なおかつこう飛びもそこそこ、いい感じに飛ぶので扱いやすいラケットなんですけれども、さらにこのハンドリングをしやすくしようと思うと、こちらですね、5000さんから出ている MS フォース、こちらモノフィラメントタイプのガットなんですけれども、非常に柔らかくて気持ちよく飛ぶので、こちら、まあ、ボレーした時とかスマッシュした時に非常に爽快感のあるストリングになっております。こちら組み合わせていただくとね、非常にこう使いやすいなと桑田さん思いますので、一度試してみてください。では後衛用 F レーザーの 7S なんですけども、まあ、こちらですね、やはり安定感があるという意味では同じなんですけれども、人によっては少し飛ばしにくいなと感じられる方もいらっしゃるかもしれません、まあ、そういった方にはこちらトレックスさんのサイバーナチュラルブラストですね、まあ、飛び感と球づかみ感相反する性能が一つになっているストリングです。力がない方はねパンと当てれば飛びますし、強打できる方はしっかり強打していっても、まあ、ガットとラケットがしっかりと組み込んで、まあ、ドライブかかりやすくなっておりますので、まあ、迷ってる方いらっしゃいましたら、こちらとこちらを組み合わせていただくといいかなと思います。皆さんいかがだったでしょうか。まあ、こちらのようにねデータとかで見ると、まあ、いろいろラケットの違いも分かりやすくなったんじゃないかなと思います。他にねこんなラケットとこのラケットを比べてほしいとかいうご意見ありましたら、お気軽にコメント欄までご記入をお願いいたします。またラケットのご購入はぜひラケットハウスキング、こちらの方の店頭通販でお買い上げいただければなと思います。それではこの動画を見て面白いと思われた方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。